1年に2ヶ月しか漁したらいけないんで、今しか食べれないです。あ、マジですか、はい、もうネタでかいもんすごい。これ味噌が高麗部分ですね。これ肩でこっち、この45歳が食うし、誰が見たい。はい、今から、お、港屋経営所ですか、ここ。経営ですね、はい。おお、別会社でですね。別会社です。お久しぶりです。お久しぶりです。社長、なんか見たことある人います。おれいいですか、共有してるんです、スタッフは。ない、俺も好きなん。もう行けてきました。あ、これが何、越前ガニ。はい、越前ガニ。こんな重なっているんですか。うわ、すごいな。こんな下のやつ、もうこれ、痛い。死んどる。これ、下の方が死んどるんじゃないですか。いや、生きてないです。生きてます。こう、目動くでしょ。あ、本当や。毎日見てるんで。毎日見とるんで、はい。これがオスで、これメス。そうです。オスとメスです。あ、メス同じ種類なんですね。同じ種類です。こっちは、こう、卵を持ってるんで。あ、本当や。で、これは1年に2ヶ月しか漁したらいけないんで、今しか食べれないです。あ、マジですか。はい、分かってて来ました、今日。いや、全然分かってて全然分かってて。だいたい相場いくらぐらい食べれるんですか。だいたい、この聖子ガニは1杯2000円ぐらいです。あ、で、食べれるんですか。食べれます。こっちは1万5000円から3万5000円ぐらいまで。このコロナの2年間、どんだけ地獄を見たか。あ、そうなんですか。オープンして4ヶ月ぐらいしたら、もうコロナで緊急事態宣言で出されたんで。昼も夜も働いてるんですね。双子です。うまいじゃん。じゃあ、カニの焼きとシャブと刺しが食べれるセットってあるんですよ。一杯のカニを、甲羅の部分と肩の部分と爪の部分は焼いて食べて、いいじゃないですか。で、足の部分はしゃぶしゃぶにして食べるもよし、はい、刺身にして食べるもよし。これ1匹ですか。1匹を、はい、おいくら前なんですか。で、3万3000円です。あ、いや、俺ちょっと、まあ、でも安いんかな。3人で食った1年がりで。そうですね、視聴者の皆さんがこうやって、あ、じゃあ行ってみたいなって。僕はああいうカニ道楽とかしか行ったことないから、 あんまりカニ料理、カニってめんどくさいんですよ。そうですね、袋がめんどくさいんですよ。1人1万円ですね。だから1万円ぐらいで食べれるんですか、はい、セットっていうのはいろいろついてるんですか。それ、そうですね、最後は雑炊に。あ、まあ、じゃあそれいいじゃないですか。それしますか。それしてみましょうか。それちっこいやつはついてないですか。ちっこいのはついてないです。ちっこいのは別で頼みましょう。あれ気になるっすよ、なんかちっこいやつ。理事長が払ってくれる。はい、食べてみましょう。食べてみましょう。組合の経費は出ないです。組合の経費出ないですか。組合の経費はダメです。宣伝しますんで、はい、ダメです。組合の宣伝もだいぶ入れておりますんで。ダメです。組合の経費は使わせません。生ビール生でいいですか。すいません、はい、お前もいいですか。あ、どうぞ。私、ノンアル巨峰で、はい。ノンアル巨峰なんか、はい、ありますよ。ドリンクメニューも多いですよ。昼飲みできるんですわ、うちの店。何時からやってるんですか。10時オープンで、結構昼飲みで来る人も多いですよ。多いんですか。あ、丼1個だけですか。カニじゃなくて、ね、なかなか3枚の。これめっちゃ、そうそう、一番人気がこの海鮮丼タケっていう。これが人気ですね。あ、これはいろいろ入ってるね。そうですね、うん、11種類、地元の。これも頼む。2、3種類頼んで、ね、これ見ないね。見せた方がいいんじゃないですか。まあまあ、アップした方が。いろいろありますから。あ、うわ、これもうウニだけでいいっすね。お前ウニ好き。そうそうそう、そうです。もうウニだけとか。ウニだけの方がいいな。ウニ、イクラの2種類とか。ウニって頼めないですか。じゃあ、ドンじゃなくて。ウニの単品もありますよ。あ、じゃあウニ頼むのか。そうっす。ウニ単品頼まれます。あ、これですね。あ、でも安い。ムール貝とか、うわっ、はい、好きなんだな、こういうのが。ありがとうございました。いろいろつけていただきました。ありがとうございます。わーい、わーい。これは、これ肉ですか。これ魚、お通しです。これローストビーフですよ。ローストビーフ。これ今から、はい、さばきますんで。これ生きてるんです、まだ。そうです、そうです、水槽にいたやつです。今撮った。触っていいですか。生きてるんですね。はい、はい、ハサミのところ指入れてくれると、マジ面白い動画撮れると思う。いや、いや、ちょっと。まあまあ指痛い。お、結構お量多い。これ1000円。1000円。1000円。はい。いただきます。いや、味うるさいもん、お前結構。写真撮りました。いや、結構本当になんか飯行ってうまいうまいと食っとって、うん、これあそこのあれは大したことないですよとかよく言うもん。本当にお前の意見が聞きたい。ガチ意見だ。クリーミーで濃厚ですね。濃厚？なんでお前なんかお前食レポみたいな感じ出しとんの、お前。気持ち悪い。なんかすごいね、柔らかいわけじゃないですよ。ちょっとね、しっかりしてるんですよ。
あ、マジちょっと食べてみよう。あの普通のインテクとろける感じ、うん、なんかこれちょっとしっかり、うん、しっかりしてます。いただきます。何もつけんほうがいいです。あ、ほんとだ、うん、ね、ちょっとしっかりしたほうがいいですよね、なんかね。うわ、ほんとだ、ね、で、すげえ濃い。取れたて、そうですね、新鮮ですね。なんか取れたての味、うん、なんか本当に海の匂いっていうか、そうそうそう、なんか浜の匂いとかな。で、なんかウニって大体後からちょっと変な臭み来るんですけど、あんまないですね。詳しいね、これも好きなんですね。これもいかついと、これでいくらですか。2490円です。これは2400円。これもだって具がもうネタでかいもんねえ。いや本当によく言われます、ね、メニューの写真よりもいいの出てきたってよく言われます、ね、ああそういうことですね、はい、写真より。ああ確かに。これはこれ成功、これメスのカニ。ああこれはちっちゃいやつだ。これちっちゃい、これメスガニ。これメスです。うん、これはいかつい。これいくらですか。これ今2200円。今は2200円。量の値段で変わるので。ってことはだって本当にこの時期しか食べられない。2ヶ月だけですね。2ヶ月だけ。うちはあの水槽で生かしてるんで。はい。ああそういうことですか。水槽のやつがなくなるまでは、はい、いい。大丈夫です。1月の大体末ぐらいまでは。はあ。ごつ、でっかいもん、うん、これはごついわ。どうプリプリやと思います。うまい、マジうまい、うまそうに食べるもん。ダメ、全然ない。全然ないですよね。これ何ですか。それはサワラ。サワラ、はい、サワラです。全然サワラじゃねえもん、お魚。サワラがちょっとちっこいやつですか、刺身出るときね。そうですね、刺身で出るときは、うん、うん、いや本当にうまいな。美味しい、うん、マグロです、うん、中トロで、しかも中トロですね。それマグロ全然違う。マグロ好きなんで結構食べるんだよ、うん、プリプリあの名古屋から高速で1時間で来れるんで、ああ、はい、なんか意外と近かったですよね、遠いと思ったら。遠くないですよ。福井にこの出産って結構全国から来るから、ここだけ目的よりも福井に旅行っていうので何がこの辺近くで言うと、後からもし時間あれば、今あのイルミネーションが見えるんですよ、すぐ。今来るとき通ってきたんですけど、実は、あの船ですか。そうです、あそこら辺がこうイルミネーションでこうライトアップされて、夜になると。それで未来駅って言うんですけど。あ、未来駅聞いたことある。だとか、ケヒ神宮だとか。社長、んこれ食べて。じゃあそれつけんで、まずこれだけ一回食ってみる。あのいつものズワイガニと思って食ってみてください。それ味濃いですよね。ね、味が濃い、この小さいのに。これが卵なんですね。これが外子といって、あ、卵じゃないですか。でこれが内子といって、この赤いやつがこうこれになるんですけど、これになる前がこれなんです。あ、そうなんですか、はい、知らんかった。でそれ一匹に両方ついてますか。あ、両方ついてます。これがここになって製造過程ですね。製造過程これはカニ味噌は大好きだからな。え、これはお店で売ってるんですか。あ、売ってます。あのお持ち帰りもできますし、こういう風にさばいて出すこともあります。うん、うん、これ本当にうまい。ね、何だろう、何だろう、何だろうとか表現できるんだろう。これも全然臭みないですね、うん、全然いいから食べやすい、うん、2ヶ月、3ヶ月限定2200円。以前がにメス1週間前までは1600円でした。はい、で年末になってセリフで金額が上がってくれたんで、もう2200円にせざるを得なくなって、今時間みたいな。時間ですね。じゃあ毎回値段がちょっと変わってるかもしれないよ。そうですね。あー、すごい、これは綺麗だわ。すごい、これあの味噌になる甲羅の部分ですね。これ肩で、こっち爪で、これもう湯がいてもらえるんですか。湯がいてないです。はい、湯がいてないです。贅沢だね。1匹のカニをこうやって3種類の食べ方ができるんで、新鮮じゃないと刺身で食べれないですからね。そういうことですよね。来た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 。これがシャブですね。シャブ。シャブ、シャブと焼きと、はい、ダナ。そう、2点セット。これもいけるんですか。これぐらいで十分です。あ、そうですね。いただきます。はい。こ
これをカリカリして、もう感触が違う、感触がな、すごいな、もうしゃぶって美味しいね、社長、それ多分しゃぶって美味しいね、あ、結構うわ、すごい、じゃあもう身がなんかもう全然熱いでしょ、それ絶対プリプリ、やばマジっすか、ほんとほんと、全然違う、味が濃いね、なんもいらんな、このまま食べれるな、普通大体何つけるんですか、これいや、もうお好みですけど、このまま食べるって、自然がに甘みが強いって言われてるんで、どうですか社長、いや本当にね、甘みが強いっていうか、やっぱ焼いとるもんね、味が凝縮されてる、これがあのしゃぶ用に、おお、これがしゃぶしゃぶですね、こんな感じで出てくる、あんまりね、だろう、何もいらんですね、うわー、これよく火通して、いや今年1年で一番いいの食ったかも、まあ、そりゃそうだろう、よかった、こんだけだって市場のすぐ横にあって、ね、これちょっとこっちにみたいな、そうだ、これは足、足です、足です、ハサミの部分じゃなくて、そうそう、足の部分、これをしゃぶしゃぶってして、あ、その黒いの、黒いの、黒いのに、うん、これにつけたんですね、はい、もうちょっとですか、もうちょっとちびちった方がいい、これはお好みで、好みで、まあ、あとで刺身は食うもんで、もうちょっと入れた方がいいですか、うん、そうですね、刺身は刺身、これぐらいですか、これぐらいですよね、うわー、これはいかついわ、これはうまい、まずいわけないよね、これはいかついわ、この45歳が食う死んだよみたいな、うん、どうすか、うん、うん、あー、どういい、マジでもうちょっと食レポとかないけどいい、いや俺カニが、いや美味しい美味しくないじゃなくて、本当にね、カニ好きな人は多分絶対好きだと思う、なんか味がもう本当濃ゆくない、そうですね、いや俺分からんけどないかどうかっていうのはちょっと俺分からんけど、で美味しいですよね、そう、うん、なんか新鮮って感じ、もう味がなんかグッてしょ、で肉がもうプリプリじゃないですか、ね、やっぱり焼いたやつはまたちょっと違う食感だけど、うん、そうですね、いろんな食感楽しめますよね、カニ専門店ではないわけですよね、でもカニ専門店ではないです、ただやっぱりカニも食べれますよっていう、そういうことですよね、はい、うん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 、からの、すごい、からの、からの、わからん、もうそれしか言わん、それしか言わん、でも美味しい、初めてぐらい、あれの刺身とかそんな、なかなか、うん、美味しい、結構なかなか食べたことないの、今どうだろう、さっきやって、なんかもうちょっと茹でたらよかったかなみたいな感じはありました、いや、うん、でも刺身があるで、ちょっと火入れてもいいかもしれない。全然違う、これ焼きたのとは全然違うかな、すいません皆さん、俺みてえなやつがいや、お前でもカニ好き食レポやっけお前、もう今だったら死んでもいいかもちょうどでも美味しいよな、うまい、てか本当に、うん、めっちゃ甘いっすねこれ、うん、なんか味がしっかりしとるっていうのが印象があるな、うん、あ、なんかいい感じ、え、結構なんか緑っぽいですね、そうですね、ずっと忙しく、何も入れてないですよね、何にも入れてない、わさび入れたとかじゃないですかね、はい、わさびいっぱい、これいけますね、いけます、あんまり見た目良くないですね、見た目良くないですね確かに見た目ない、あの、カニ味噌っていうのはこういうのを瓶に詰めて売ってますけど、これが本当のカニ味噌です、本当の、本当の、あ、うん、あ、本当だ、これがカニ味噌です、うん、あ、本当だ、うん、美味しい、本当す、で、あ、苦味があるじゃん、うん、カニ味噌となんかっていう計算したことないけど、うん、いや、あ、お酒の好きな人はちびちびこれを、あ、そうですね、包み、包みながら日本酒飲む、そうですね、はい、うん、近くね気のせい社長、今日もかっこいい顔してますね一生懸命考えちゃうに押し上がってるやってみ、
違うだろう、ちょっと違うだろう、そうだよな、本当に俺らの知ってるカニ味噌じゃない、カニ味噌じゃない、うん、なんか苦味がそんなにない、そんなにないっていうかほとんどなくないですか、ないな、だからカニ味噌でもあの苦さがいい苦さってあるじゃん、なんかカニ味噌っていうよりもなんか俺らがいつも食ってるのがカニ味噌で、こっちはなんかカニ味噌風味みたいな感じ、ああなるほどね、ああなるほどね、ああそう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 、そうかもしれない、うん、いや本当カニだよ、調味料を加えて、そう味を濃くしてないやつなんでね、あ、そういうことか、じゃこれが本当のカニ味噌で、俺らがいつも食ってるのはカニ味噌、あ、そうか、これが本当なんですよ、でこれにお醤油垂らす人もいますし、まあ、日本シリーズにお醤油垂らすし、これはこのままでも上等っすよね、かないっすよね、まあ、本当だ ね、カニだもんな、そうね、だカニになんかカニ味噌の、うん、風味がそうですよね、これ雑炊にこれぶち込んだらめちゃめちゃうまいかもしれないです、これは絶対うまいよこの雑炊は、でもこの熱々っていうのがいいですよね、カニバージョンの雑炊ですね、ただの雑炊ですね、間違ったか、いや、カニ味しとるでしょみたいな、今回のやつはしゃぶしゃぶでしか食べてないもんね、カニ鍋で食ってカニの身がホロホロしとるやつね、食う雑炊と、またそれも違いますね、またちょっと違いますよね、カニ味噌いったってください、もう絶対やばいですよそれ、これはうまい、ちゃんとグリグリ混ぜて、これはあ、うまっ、おぉ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 、後から来た、後から来た、やっぱ、あ、いい、いや、いいっすよね、後からほわーってくるねえ、うん、ちょっと、ポン酢をちょっと垂らしてもらう、あー、なるほど、あ、そうかもしれない、いや、めっちゃうまいっす、うまいだろ塩入れた方がいい、ないいだろ、で、カニの味がグワッてくるだろ、うん、いいですね、鼻にスーッてくるでしょ、うわ、これ毎日食べたい泣きながら言うな、泣きながらここは港屋さん、海鮮港屋、海鮮出たよ、で、福井の鶴ヶ市インター降りて5分くらいですか、インター降りて5分、赤レンガの近くです、お昼もやってます、お昼もやってます、一番の隣です、練り替え道場見たで、なんかサービスないですか、ソフトドリンク、もうお酒はビール一杯は、ビール一杯もいいじゃないですか、一杯目は無料、はい、まあ、ソフトドリンクだろうが、ね、全部一杯は無料、はい、まあ、ボトルとかじゃなかったら、はい、おおお、はい、いいよね、で、僕社長に請求あげればいいんですよね意味ねえ意味ねえ、広告料請求するから、2023年1年間ビールソフトドリンク一人ですね、一人一杯無料、お帰りのレジの際に言ってください、まあ、そういうことですね、はい、あ、なるほど、はい、おー、これいいんじゃない、それだけじゃ買うよって、それだけ当たり前だよ、最低さすがに一人、まあまあ、このどんぶりも2000円と3000円だと、うん、そうですね、まあ、最低3000円ぐらい落としてってねってことですよね、一人、はい、夜営業は金曜土曜しかやってないんですよ、あ、ここは、はい、金土しか夜営業、夜営業ってやつ、はい、ぜひビールとソフトドリンク無料で来てください、はい、お腹いっぱい食べて、はい、食べましょうか、はい、お腹に食って福井県楽しみました、楽しみました、まあ、今日でいろいろ問題もあって、はい、楽しんだと思いますけど、はい、本当にありがとうございます、はい、じゃあまたぜひお港や鶴ヶ市遊びに来てください、よろしくお願いします、せーの、また見てねまた来てね、また来てね、席数も結構あるっすもんね、50席、はい、ね、真ん中おしゃれななんかバーカウンターみたいな、可愛い女の子がおるし、綺麗な女の子